はい、住んで埼玉です。本日ゲストをお招きしてます。ヤックルさん、お願いします。お願いします。で、ヤックルさんとの動画は何本か出しているので、その1本目、2本目見ていただければと思うんですけど、今回、まあちょっとサービス的な感じで、もともと予定はしなかったんですけれども、ちょっと埼玉の学習塾について話せればと思いますと。で、ヤックルさんは桶川のご出身。はい。そう。で、ほぼ同年代という言い方にしておきます。で、僕は鴻巣で、高崎線の桶川駅、北本駅、鴻巣駅で、隣の隣駅。はい。で、ちょっと東京寄り、で、ちょっと群馬寄りみたいな感じの、まあ、ほぼ同じようなエリア。でもなんか、桶川の人は鴻巣若干舐めてるっていうのもあるんですけど、俺らの方が都心寄りだぞ、みたいな。まあ、若干その違い、ね、若干ね、若干馬鹿にしてくるんだけど、ただ、鴻巣駅の、東口がめちゃくちゃ立派になっちゃって、ちょっとね、桶川を今置き去りにしているっていう状況なんですけど。桶川の東口は寂しいから。そう、桶川の東口は本当にね、もう、ちょっと終わってます。いや、頑張ってほしい。でもこれからロータリーできるらしいですね。そう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 。まあそういうね、話の流れで、同じ塾に通ってたと。はい。交友館っていう。で、交友館っていうのが、まあほぼね、埼玉地場ですね。うん。一部それこそ光が丘にもあるでしょ。ああ、なんかそうですね。確か、そっちもあります。あと、下赤塚。下赤塚港。浮間港。浮間港あったわ。どこなんだろうってずっと思ってた。中学生の時。あと、龍ヶ崎とかもあるんですよ。茨城の方。そうです、茨城にありますね。牛久とか。牛久港。そう、ポロポロあるんですよ。で、交友館っていうのが、埼玉の、どうだろう、50校以上あるんじゃないかな。うん、あ、でもそんぐらいあると思いますね。え、だって、ほぼ全部の駅にあると言ってもいいレベルに近いっす。確かに。結構その、川越の方のエリアも結構点在してたし、西武線の方もね、多いし、で、越谷の方もあるし、八潮とかもあったしね、確かに。あったあったあった。だから、結構、埼玉といえば、交友館か、吾妻進学か、スクール21みたいな感じ。で、僕たちが通ってた交友館っていうのは、公立も目指せるし、私立も目指すみたいな。うん、感じっすよ、ね。そうですね。そう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 。高校受験の塾ですか？そうです。だから中学1年生から中学3年生が主にいる。で、一部、中学受験のクラスを開講している校舎もある。うん。本当に一部。一部。鴻巣あったんですよ。ああ、そうなんです。桶川多分なかったと思う。鴻巣校からなんか宿徳巣鴨とか似てる男の子いました、ね。ああ。すげえ頑張ってて。うん、まあ、みたいな感じで、まあ、こういう、埼玉の学習塾を、語れればなと思うんですけど、中1から行ってました？中2ぐらいだったかな。それまでは全然家に近い、なんか全然大手でもない、個人塾に通ってて、結構友人が多く交友館に通ってて、で、なんか結構みんないい成績とか出したりするんで、ちょっとそっち行ってみようか。交友館行ってみようか、みたいな感じで、行き始めて。はい、馴染めました？あ、でも割とすぐ。友達もいるし。あ、友達がいたんで、まあ、結構すぐ馴染めたかなと思います。桶川って何クラスありました？あ、最初は多分確か2クラスだったと思うんですけど、でも中3になってから人数増えたんで、3クラス。あー、そうなんだ。うん、上の方のクラスに。あ、そうです、一応上のクラス。ずーっとみたいな。ずっと。桶川校の中だと何番ぐらいだったんですか？トップ？あー、2、3番手ぐらい。なるほどね。あれ、高校ってざっくりどこ行ったかって聞いていいんでしたっけ？あ、裏です。あ、裏っ子行ったんだ。はい。おめでとうございます。おめでとうございます。裏っ子のおかげで。裏っ子か。そっかそっか。じゃあ、桶川校としても鼻高々だったと。まあ、そうですね。え、でも校舎で一人じゃないですか？裏っ子行ったら、まあ、校舎で一人で。あとは、なんか、早稲田行って。本庄っすか？あ、本庄。ああ。じゃあ、本庄行ったり。うん。あとは、栄東とか。そうですね。また、まあ、熊高。熊高とかか。ああ。あと、巣鴨も受かったやつも。巣鴨も行ったんだ。へえ、なるほどね。まあ、だから、それなりに結果を出した代と。そうそう。言っていいんじゃないかと。はい。校長も若干、こう、ボーナスもらったんじゃないかと。かもしれない。わかんないですけど。鴻巣校はね、5クラスだと思います。すごいっすね。多分5クラスだった気がする。え、
SABC みたいな言い方をしてた気がする。うちの時は最高水準。あああと何か本家。あったあった本家だ。あった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 。それね、中2まで、あ、でも中3もかな。なんか僕らは S とかそういうアルファベット表記だったんですよ。アルファベット表記でそうやってた気がする。で、僕はね、実は東進学に中1の頭から中2の6、7月まで東だったんですよ。でも、なんかね、総計の付属校になんとなく行きたいと思って、でそうなると、東進学って、裏高一条大宮のための塾。なんで、完全に公立専門みたいな。で、東進学鴻巣校と、今なくなっちゃったんですけど、は、公立専門で、東進学から私立のトップ目指すには、浦和校に通わないといけないと。ほんなら、高崎線で30分行かないといけなくて、で僕、サッカー部の部長とかもやってたんで、いや、そりゃしんどいぞ、みたいな。感じで、東進学やめて、こういう感だったら、鴻巣校は教師がすごいみたいなことを聞いて、なんか行ける可能性が高くなるみたいなので、入ったみたいな。中2の夏から、こう、変えたっていうパターンでした。何の話してるの？いや、でも面白いっすね。なんか懐かしいな。懐かしいっすよね。そんな感じなのと、まあ、塾の当時の話してもあれですけど、塾の仲間とかって、そのまま、なんでしょう、大学行く子が多かったっすか？ああ、うん、そうですね。あ、でもクラスによって変わるかな。あ、そうか。さっき言ったその本か。うん、下の方のクラス。そう、大学行ってない人も多分いるかな。うん。まあ、ただその、まあ上のクラスに行くについてやっぱみんな大学進学して、行くかなっていう感じですね。そうっすよね。うん、大体そんな感じありますよね。だから、公立トップからの、まあ、浪人とかもしつつ、まあ、どっか行くみたいな、総計行ったり、うん、まあ、一部東大みたいなね。うん、だから、案外、鴻巣とか桶川も、まんべんなく、いろんな人いるみたいな。うん、いや、本当になんか、幅は広いんで、ねえ。そこはなんか、公立の中学行ってて、そうですね。確かにね。うんっていうね。交友感、生まれ変わっても交友感に通いたいかどうかなんとも言えないですけど、まあでも、楽しかったなぁとは思ってるんですけど、どうですか？いや、でも実際交友感に通ってた時はすごい充実してたなぁ。学年順位って何位ぐらいでしたっけ？ああ、でも。5位以内？いや、全然ですね。なんか、1、2年生の時には多分10番台とか、うん、たまに10位以内入るみたいな。で、あれかな、その、中3の時も、はいはい、多分2学期の最後の方ぐらいで、やっとなんか3番以内に入れたんで、それまでは、10位以下になる時もザラにあって、あ、そうですか。担任の先生に、これ、裏子を目指さない方がいいって、ダメだみたいな感じで言われたんですけど、へぇー。前に言われる筋合いない。あ後半にかけて伸びてったようなイメージ。そうなんですよ。あ、でも、北進テストも、一回も乗ったことなくて、うん、あ、そうなんだ。なんか、英語と国語が、なんか、北進との相性が悪くて。悪くて、33点とか取っちゃうみたいな。いや、もっと20点とか。うわ、マジで。それが足引っ張って。数学とかいいのに、みたいな。そうそう、数学は全然もういいのに。僕は3回乗りました。北進テストも、なんか背拍子みたいなとか乗るんすよね、名前が。そう。そう偏差値70、70以上かな ?75 以上かな、なんか、まあ乗るんですよ。その、高校行くと、そんななんかよく見てた名前のやつがいる。わかるわかる、めちゃくちゃわかる。そう。でもね、多分ね、ヤックルさんね、僕の先輩で、交友館って、受験が全員閉まったら、チラシで、顔写真付きの、出すんですよ。誰が受かりましたどこどこ、高校、そうそうそう。多分僕見てる気はする。覚えてはいないけど。先輩のそういうのね、中2、中1は見るんすよ。あ、確かに、すごい見てたんだ。で、すごい見て、あ、この人形式行ったんだとか。あ、この人早稲田学院。そうそうそう、いいなみたいな。で、なんか、顔写真の上に、なんか、形容式だけ書いてる人と、形容式早稲田本庄って書いてる人がいて、あ、この人は二つ受かったんだ、みたいな。そうそう。裏校と形容とか受かってた。そう、あ、これ最強、最強、みたいな。
だから、K を蹴って裏子行ってるこいつみたいな。かっけーみたいな。で、裏子と栄東だと、うん、まあ、そっか、みたいな。まあ、そう、普通に。よくあるやつ。よくあるやつみたいな。どうせ、確約もらっていったんだろう、みたいな感じで。まあ、そんなのがあって。要するに、先輩の合格のやつとかは、めちゃくちゃ刺激になる。もう、しもじもからしたら。そう。未だに覚えてるのが、コツコツがコツって書いてある。なんか、そういう感想文書いてきたら。そういうの覚えてるんだ。それだけなんか覚えてる。いや、それ、引っかかって。わかるわ。なんか、交友感の話しかしてない。交友感学習塾について、ちょっと喋ってもらっていいですか。学習塾でも、桶川の、その、中学校の同級生で、学年順位が、まあ、1位から20位ぐらいの人たち、どこの塾行ってました、うん、他の人って。今はないんですけど、サイエースクールに行ってる人も結構いて。はいはいはい。多分うちの中学のその学年トップだったやつは、サイエーに。サイエーなんだ。ましたね。はいはいはい、はい。あとは、割となんか個人塾とか小さい塾が多かったんで、なんか割とそういうところに行ってる感じかな。大宮とかの方行ってるやつ。ああ。あんまり。あんまりいなかったですね。まあ、サイエー行ってる人はなんかその、あげおとか。あ、わかるわかる。そういうちょっと上のクラス行ってる人もいたりしたんですけど。いた。そのぐらいかな。あとはちょっとその、交友感で割とトップ層を占めてたりした、うん。なるほどね。交友感がある程度、ボリュームゾーンでいるっていう感じですよね。そう。うちは、例えば立教ニーザとか、そこら辺のちょっといい私立みたいなのは、栄光ゼミナーから行ってるやつもいました。ああ。そうっすね。だから栄光、あと蔡英。蔡英はね、鴻巣の赤見台の、北鴻巣の蔡英が、赤見台中のやつが全員蔡英行くんで、多分すべての蔡英スクールの中で結果出してるのは北鴻巣校らしいんです。ああ、そう。当時。うん。今はどうかわかんないけど。うん。そんぐらいか。だから早稲田行ってるみたいのもいないし、そうですね。鴻巣を怪我だったらいない。サピックスなんか聞いたことなかったから。聞いたことない。いや、ほんとっすよね。でも、裏子行って、行った時、サピックス行ってたやついました？あんまりいないんじゃないですか？なんかスクール21が結構多かった。あー、スクール21が一番裏子多分出してるかもしれない。なんか下手したら3分の1ぐらいスクール21あった。特に県南の子たちでしょ。あ、そう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 。そうだから、オケ科とかスクール21なかった。いや、コーナスもね、僕が知る限りないんで、うん、結構その、大宮以南なんですよね、うん、スクール21の文化があるの。うん、結構その腰貝とかあっちの分かるわ腰貝スクール21多かったスクール21多いそうあと早稲田科も県南は多いんですあ創価の方も確か早稲田科って、うん、そうだから南と北でなんかだいぶ違うっていう、うんうん、のがあるかもしれないですあれは湘南湘南ゼミナール湘南ゼミナールなんか僕当時一切知らなかったです全然聞いたことないねえ、うん、でも最近浦和とか与野とかあるんですよ、工房に。そう。新規木工塾なのか、わかんないですけど。だから僕、指揮校入って、その、驚いたのが、サピックスっていうのを初めて聞いて。ああ。君もサピックスなんだ、みたいな。で、俺、サピックスって何って言ったら、馬鹿にされたから。何それみたいな。いや、こういう感の長男館クラス。そう、こういう感の俺、長男館クラスだったけど、みたいな。一番すごいクラス入ってたけど、みたいな。そう。でも全く通用しなかったですね。でも、交友感から形容式の同期は結構多くて、うん、なんだかんだ結構いましたね。霞ヶ関校のやつとか、桶川校もいたし。僕の代ではなんか、北本校の結構頭良かったやつが形容式。そうですね。だから、高崎線で10人ぐらい輩出するイメージ。7、8人か。なんか大体。熊谷校とか結構強かったです、ね。そう。裏子行きたいっていつ思ったんですか？あいつは高1じゃない。中1。早っかな。なんかたまたまその、同じ部活の2校目の先輩が、なんか裏子行くってなって。どこだそれって言ってたら。浦和高校っていうのがあるのか、そう。で、なんかまあ、県内で。トップらしいし、で、文理両道、それいいなって思って、じゃあ憧れがあったんですね、はい、漠然と憧れがあって、裏子行けるかもって思ったのはいつですか？あー、でも本当にずっと思ってた？
いや、全然やっぱでも北進で結果が出てなかったから、ちょっと、どうしても不安は拭えなくて、まあでも、まあ、1月とか2月になって、まあ、学校のテストでも、まあ、3番以内入れるようになったし、まあ、模試とか、練習問題やって、まあ、できるから、多分いけるだろうと思って。なるほどね。そんな感じ。はい、そんな感じですか。僕、ちなみに、それで、まあ、交友館卒業して、交友館のね、先生にならないかってオファーをもらったんですよ、大学1年。ああ、確かに、大学生ぐらい。それはね、断ったんですけど、でもなんか、その前から、高3の冬から、僕あの、上尾で塾講やってたんだ。暇で。あの、受験ないから。あ、そうか、そうか。そう。で、なんか、高3の秋か冬から、ずっと塾の、塾校を、あげおの平塚っていう、平塚団地って、すごい、あげお駅からも遠い、ラウマンの方でやってて、学法館っていう、なんかローカル塾、4校ぐらいしかないところでやってたりはして、まあ人に教えるのはなんか、かそれも多分こういうかのリーダーやって、みたいな。だから先生みたいのって、なんか結構向いてるのかも、みたいな。と思って、なんか、繋がってる気はします。今振り返ると、うんうん。そんな感じ。まあ、埼玉の学習塾についてというか、まあ、交友館についてであったんですけど、まあ、一つね、メッセージとしては、まあ、ヤックルさんはね、今回の光が丘の方で家を買ってっていう人生を選んだんですけど、まあ、埼玉移住を考えてたり、埼玉よくわかんないけど大丈夫かなみたいな。あの、法律大丈夫とか、うん、大宮以北大丈夫みたいな。そこの心配は全くないです。うん。いや、ちょっとあると思うけど。言い過ぎた。そう、ゼロではないけど、まあ、それはそれで、うん、あの、子供たちは勝手に成長すると思う。確かに、裏と比較しちゃうと、そう。ね、うん。でも、裏よりも、なんかこう、マインドとしては強いんじゃないかって思う。それはわかんないけどね。まあ、だからね、まあ、こういうのが育ったっていう、サンプルですね。として覚えておいていただければっていう感じですかね。はい、そんな感じで終えたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。